はい、それじゃあ、第2部という形になります。時間何時前ですかね。3時半まで。はい、じゃあ、お配りした資料の点検から参りましょう。B4 番を2つ折りした地図がございますね。これがですね、三田川町全図です。で、今の吉野ヶ里町というのは、かつての東瀬振村と三田川町が一緒になって吉野ヶ里町になっております。で、これは従ってまだ吉野ヶ里遺跡が発掘される前の地図です。だ、そこに一応吉野ヶ里って一目出てきますけども、B4 で2つに印刷してありますけど、後でつなげてください。さて、これ意外と貴重な資料です。吉野ヶ里発掘以前の、三田川町の地図ですね。で、それから次にお配りしてあるのが、この九州王朝の論理というところで、ページめくっていただけると、そこに from 大阪なる江見氏という、これ私の論文です。で、この本が出たのが2000年5月20日初版第1冊発行になっております。したがって私が吉野ヶ里に古田武彦という人物と一緒に出かけたのは1999年です。で、一番出だし、表紙、これこのまま本からコピー取ってありますけど、これが吉野ヶ里遺跡から出た銅鐸です。銅鐸出ました。九州の銅鐸です。有名です。で、これ出雲、現在の出雲島根県ですね、あそこから出てきた銅鐸と銅版鏡、銅版のものだと言われております。で、この吉野ヶ里から出た銅鐸は、会長と同じ名前で福田型銅鐸と言います。福田型銅鐸です。このことからですね、当時の、吉野ヶ里の発掘の当時から私ずっとこれ通ってるんですけどね、まあ、ここで、1999年に、まあ、この論文を書いたわけですね。で、ちょっと、後でゆっくり読みいただくにしろ、ここで、少しだけ大事なのはですね、元論文で124ページと125ページ、ご覧になってください。で、そこの、124ページの真ん中あたりの太字見出しに吉野ヶ里遺跡の歴史的画期線というものが入っております。で、当時の、吉野ヶ里遺跡発掘調査概報2から取ってありますけども、今度はその124ページの一番後ろですね、前期初頭、前期前半から後半、中期初頭で、それをさらに1から3期、BC3 世紀から BC1 世紀初頭と、まあ、こう書いてあります。で、次のページの125ページに行きますと、6、7行目に中期前半、中期後半、4、5期、BC1 世紀と、まあ、こういうふうに、書いてあるわけでございます。その中期前半から中期後半のところに、先ほど福田さんが言われた亀干母埋葬と際立った墳丘、際立った違いの墳丘墓が出ておりますね。亀干母はしたがってその前の、前期初頭、前期前半から後半、ここのところで出ております。はい、で、そこに当時の、吉野ヶ里遺跡発掘調査報告2の、まあ、一応、今の公園になった部分の、概略図が出ております。さあ、もう私1999年にもこれだけの、まあ、論文といいますか論考を出しました。後でゆっくり読んでください。私は正直申し上げて文献実証史学というものですので、考古学がサブになります。私文献の方ばっかりです。万葉集、古事記、日本書紀、仙台九字本義という、あるいはこういう筑豊の現地伝承とか神社伝承とか、そういったものを扱って歴史を組み立て直す、その時に考古学の世界で出ている遺物が
このうちのこの歴史のどこにどう当たるのかということをやりよるんですね。でもう一冊は、今日これからスライドに、してお見せします。それの、冊子版です。これ全部載っけてあります。はい、だから後でまたうちでゆっくりご覧になれると思います。はい、じゃあこのトップからいきましょう。これ発掘当時の吉野ヶ里遺跡です。もうすでに楼閣あたりが復元されてますね。はい、このあたりですね。まだこれ掘ってますね。でここも今も公園の中になっております。さあそこで、題名が吉野ヶ里遺跡と筑豊の遺跡とあります。で私は、筑前から肥前にかけてはいつも青で書きます。で田川中心に筑豊の遺跡は全部赤で書きます。こういう区分けをします。ところがこれ私がよく使ってますけども、これ真ん中に縦岩があります。で縦岩遺跡がもちろんありますが、この縦岩遺跡の中心には何が出てるかというと、縦岩式石包丁という稲作に非常に深い関係のある、遺物でございますね。これがこんな風に行き渡っております。ここ河原です。ここ吉野ヶ里です。少なくとも縦岩式石包丁で見る限り同じ文化圏だということはまず言えるわけですね。でこの 西側から出ております吉野ヶ里、先ほどの図ですね、これ今公園になっております。で重要なのはここに田出川っていう川が流れておりますね。はい、さてこれも含めて、いわゆる環濠集落になっていくわけです。人工で作ったものもあれば、実際には田出川が自然の堀になっているという可能性もありますね。さあ多分写真でずっと追っかけましょう。吉野ヶ里遺跡の亀かんぼ、さっき福田さんが言われたものですね。また別の写真持ってきてあります。こういうふうにかなり南北に長い位置から出ておりますね。でこのうちの何期かは応募だと言われているわけです。当時の発掘報告書で第277調査区と書かれております。さあ実際に遺物写真でご覧になってください。これ一番古いです。縄文時代晩期の環濠跡出土土器。いやもう早い話はこれ弥生土器です。弥生土器です。言いたいのはそれだけです。はい、こちら吉野ヶ里遺跡出土の木製農具、よく出ましたね。これだけね、関係で隙があります、クワがあります、はい、ウスがあります、キネがあります。はい、これも出ましたね、吉野ヶ里からね。今度行ってこれらが展示されてるかどうかまた確認されてください。さあここからですよ。河原、特に筑豊の遺跡と関係づけましょうね。二塚山遺跡出土の中国前漢時代の銅鏡、前漢代ですよ。同じく内光家紋鏡ですよ。亀漢から出てますよ。押さえていただきましたか。亀漢の中から出た前漢式鏡かつ内光家紋鏡。河原の内光家紋鏡は、河原町の内光家紋鏡は五漢式鏡です。これ前漢式鏡です。はい、ここにまたさらに、吉野ヶ里周辺です。横田遺跡出土の銅鏡と鉄刀、鉄の刀です。銅の鏡と鉄の刀一緒に出てます。これも言っておきます、吉野ヶ里周辺です。目に焼き付きましたですか。はい、先ほど福田会長がおっしゃってました墳丘墓出土ガラス製管玉です。綺麗ですね。本当にライトブルーですね。少し大きく見ますか。はい、こんな美しさです。ここまさしくトンボ玉の技法がありますね。これもトンボ玉の技法です。お分かりになります。そしてこれが細型銅剣、
それから幽閉型同矛同剣でございますね。これ正直言って本当にこれは同矛だと思います。こっちは矛です。で、これは剣です。これも矛です。まあ、このあたり考古学の先生いい加減でしてね、最初に名付けた人の言う通りにやってますけど、矛と剣は絶対違います。うん、こういうの細型銅剣って言ってほしくないんですよね。これ銅矛です。イザナギの頃の恩賀湾の沿岸からも出ますね。綺麗でしょ。さあ、これもまた、二塚山遺跡の亀干墓から出土した朝鮮半島製の鉄矛と小型宝石鏡です。いや、この国で作られたって言うんですよ。中国の鏡を真似して。そしてこれが一番大事です。吉野ヶ里町周辺の有力集落の墓地と銅鐸とありますね。吉野ヶ里遺跡ここです。ところがその東側、この三つ永田遺跡とか、それから先ほどからいっぱい出てます二塚山とか、それから横田遺跡とか、この辺りからこんなに銅鏡、それからもう一回繰り返します、亀干墓が出てるんです。で、今は記録しかないんですよ。意外と現物少ないんです。鏡は残りましたけどね、亀干墓やっぱり保存してないんですよね。ということで次のところは大事です。これは現在の吉野ヶ里町史に出ている一節です。字細かいですからちょっと大きくしましょう。ここからです。中型橋所有者主張の墳墓の場所は橋式と出土墳墓の形態などから考えると、吉野ヶ里町二塚山、今出ました二塚でしたね、連光門結成白という文字が遺恨であります京、それから吉野ヶ里町三永田龍雲門園渋滞京ですね。それから、今度は、これは何峰町でしたっけね、上峰町ですね。上峰町二塚山から巨神門園渋滞橋、それから吉野ヶ里町横田、さっきの横田遺跡ですね、宝閣菊詩人橋、それから吉野ヶ里町松葉、一本谷から長義子孫連光門橋へ、弥生時代中期後半、紀元前1世紀から少なくとも後期中頃、紀元後2世紀までの間に移動し続けている。これらの墓地の中で有力者を多く葬った墓地は吉野ヶ里遺跡の北方に位置する三つ永田遺跡、意外と中心吉野ヶ里じゃないんですよ、東側なんですよ、と東方に位置する二塚山遺跡であり、ほとんどが吉野ヶ里町域に存在する町の中にあるんですよ。ただし吉野ヶ里遺跡からは出てないんです。だって今度の箱式石棺も出なかったでしょ、何にも。はい。で、なお大型橋としては吉野ヶ里遺跡から出土した復元、径 22.2 センチ、どっかで聞きません 22.2 センチ。はい、本田さん強い。どこの鏡と同じ寸法、いや、五冠式橋、五冠式橋 22.2 センチ、そこの資料館あるよね。ちょっと小さいね。ちょっと小さいね。はい。ぐらいでしょ。でも似てるでしょ。こういう大きさですね。連光門橋ですね、はい。と考えられる中国五漢時代の銅鏡の破片があるということで、吉野ヶ里周辺からは、いいですか、亀干墓からは全漢式鏡。実際にはどの墓から出たか分かってないんですよ。多分河原と同じであったら箱式石棺から出てるはずなんですが、五冠式橋も出てるんです、吉野ヶ里遺跡は。だから今回の6月の発掘で佐賀県知事さんが期待したんでしょ、鏡が出るかもしれん、うん、河原は出たけどね、吉野ヶ里出なかったんですよ。それが五冠橋の、あれ、まあ、
可能性があるぐらい。そうです。五環境ってもう言ってますね、ずっと前からね。三田川町市時代から言ってますね。原稿門というより内向家門って言った方が正しい。本当は正しいですね。はい。で吉野ヶ里集落の主張は中期前半から中頃までは銅剣が添えられ吉野ヶ里の墳丘墓に埋葬された可能性があるということで、まあ、これはもう今の説明と同じになっていきますが、やはり吉野ヶ里町という行政の中でも吉野ヶ里遺跡を扱いながら、その周辺から出た遺跡についてもかなりこう深く触れてあるんですね。さらにこの北の東瀬振村と合併前が呼ばれていたところからもやっぱりいろんな遺跡がたくさん出てて、ここ遺跡の宝庫なんですよ。西がこの吉野ヶ里町の遺跡だった時に、東で最も、五冠式の内向家門橋であれ箱式石棺であれ、それから亀棺墓、これから言いますけど筑豊には亀棺墓の有名な遺跡がありますね。これから出します。先ほどの図にあったように、これ全部同じ文化圏でしょ。これだけ離れててほぼ同じ文化圏ですね。証明されてますよね。さあこれです。筑豊で亀棺墓といったらもう立岩遺跡です。でこれは僕は前からこの例えばこちらの講座ででも魏志倭人伝と河原の中で紹介させてもらったように、神武天皇さんが来られるまではにぎはや日こと天照大神が建てたあの鹿の島から出たとされる、あれも偽情報ですがね、金印に彫られた漢の和の名の国王じゃなくて、あれは漢の犬国王、犬国なんです。その犬国の遺跡がやっぱ亀棺墓なんです。で鉄塔鉄鉾出てるんです。そして全館式の内向家門橋が出とるんです。吉野ヶ里と全く同じ構図です。でその天照大神ことにぎはや日が建てた国って大きいですよね。福岡県、大分県、熊本県、佐賀県、全部入っています。だから西の吉野ヶ里と東の田川、それから飯塚の遺跡が全部一致するわけです。これを考古学部先生が言ってくれないんですよね。で大事なことは全館式橋と五館式橋は大きな違いなんです。全館式橋はギリギリ紀元前なんです。五館式橋は紀元後なんです。ここが最も大事な部分なんです。だからなんで河原に五館式橋が出るのか、もう私だから魏志倭人伝と河原っていうところで申し上げたように、神武天皇がここに入り込んでこられたからですよね。それ以後が五冠式橋なんですよね。それ以前が飯塚の立岩遺跡の全冠式橋の文化なんですよ。この犬国の歴史というものを考古学の先生たちは一切言ってくれないわけです。そしてこの飯塚の立岩遺跡のこの鉄塔鉄鉾のところにはわずかながら絹の跡が残ってるわけですよね。絹も作ってたんですよ、立岩の方は。吉野ヶ里からも絹出たんですよ。すごい文化圏でしょ。もう一回いきます。立岩式石包丁の文化圏です。西吉野ヶ里、東立岩、河原、もっとはっきり言って宮原遺跡となるわけです。だいぶ吉野ヶ里近づきましたね。距離離れてるけど文化圏一緒ですよ、一緒。それを確認行くんですよ皆さん、はい、先ほど出ました管玉、はい、これ立岩遺跡のやつです。これグリーンです。復元したらね、これやっぱガラス製ですよ。でガラス製で中にこうやって細い中に昔やっぱり糸か何か全部通してこういう風に、まあやっぱり女性でしょうかね、女王でしょうかね、分かりませんが、こういう風にかぶってたわけです。すごいアクセサリーですね。絶対王族ですよ。これはっきり言います、何度も私言いますが、
奈良県にはこれら弥生の管玉ガラス玉一つも出てません。だから僕は大和国は邪馬台国は九州じゃと言いつけとるわけです。ガチガチの九州説はですね。これまた近くです。糸田町大宮神社というそこの宮山遺跡というところが出た。これがまた銅貨ですね。それから弥生式土器ですね。これやっぱり筑豊の遺跡です。これやっぱり吉野ヶ里とよく似てるんです。これもやっぱり吉野ヶ里に出てます、周辺にね。さあその犬国ですけど、万葉集の世界だと空光大和の国なんですね。空光大和の国、あるいは天光大和の国なんですよ。そして中国側の五官所和国殿に建武中元2年、57年に犬国、奉公長賀す詩人自ら大夫と称す和国の南海を極むるや公武、五官の公武帝でしたね。多忙に印字を持ってすこの金印です。そして安定の永所元年107年和国王水晶ら聖公160人を献じ、証券を願おうとか、その時にもらってきた鏡がひょっとして下から出た金銀削岩種類も鉄橋じゃないかなと思いよるんですがね。これは私の推測です。ただここに墨で漢字を書く国家って書いてありますように、もう紀元前に漢字和人使ってるんですよ。これも近頃も間違いないです。そしてその先ほど天照大御神ことにぎはや妃が建てた国が犬国でしたね。そのにぎはや妃の次が実は天の籠山の御こと、天の籠山の御ことっちゅうんです。どうもこの王が五官の公武帝からあの金銀をもらってきたという可能性がめちゃ高いわけです。福永説です。で私にとって天の籠山は絶対河原三の滝から動かんとです。じゃああの金印は鹿の島から出たって、これは絶対偽情報です。元はここ河原にありました。これが福永説です。これも最後同じですが、神武さんがやってきてこれを筑紫川に持って行ったから筑紫川から出ただけなんですよ。いや元はここにあったんです。だってジムさん犬国倒したんです。飯塚の立岩石を滅ぼしたんです。だからどこにあったかは知りませんよ。でももらってきた当時西暦57年にはこの天の籠山の麓にあったと思います。なぜそこに天の籠山の御事がいたんですえ、私の頭の中でこうなっちゃうんですね。さあもう一つ重要なのが、今度は河原の東行ってみましょう。やっぱりまずは立岩式志望町の流通した文化圏ですよ。行く橋側です。ここに下比叡大石というのが出ました。これは地層から紀元前150年の遺跡だと言われております。やっぱり鉄塔が出てますね。それからここに東須っていうのが出ておりますね。これ東須です。ね。で、この東須というのは、これは吉野ヶ里を発掘された高島忠平先生が、同じく立岩遺跡からもこの東須小刀が出ております。何に使ったか、高島先生曰く、木下に墨で漢字を書いて、間違えたら削る。今日で言えば消しゴムです。消しゴム代わりの鉄塔だったそうですね、小刀だった。この東須が行橋の下比叡大石と立岩石と、それから田川地区の遺跡からちょこちょこ出ております。だから筑豊地方は紀元前150年にはもう墨で木簡かなんかに漢字書きよった。鉄ですよ。鏡は銅ですけど、東須小刀は鉄塔はもうみんな鉄です。弥生時代に鉄の刀っていうのは福岡県が圧倒的に多いんですよね。全国ナンバーワンですよね。吉野ヶ里も例に漏れないわけですね。そしてこれが、墨で漢字を書き寄ったという証拠で、柳田、さんが安尾さんが
でしたっけね、が、その下髭大石の土器片を全部点検しよったら、この3つは硯の破片でしたよっていうことになった。硯があったっていうことは墨吸って、それ筆で墨つけて、それで木管かなんかにこうやって漢字書きよったっていうことなんですね。これが福岡の遺跡ですよ。弥生、吉野ヶ里遺跡からも東司が出てるんですね、一部ね。こういったことが あまり顧みられないんですよ。さあここでこれから先は、じゃあ吉野ヶ里と河原はどうつながっているのかと、筑豊どうつながっているのかと。でこれ私がずっと言い続けてきた第一神武統制、鉄を求めて紀元後83年、 AD83 年、大阪の大室や吉野ヶ里遺跡陥落、宇賀や吹合図の御事と岩れ彦の佐賀平野攻略戦なんて、こんなことを私書いております。神武天皇のお父さんを宇賀や吹合図の御事と言います。で神武さんのもともとの名前は岩れ彦と言いますね。後に神山と岩れ彦って言われました。はい。古事記なんかにはそういう天皇名で書かれておりますね。このお二人が親子が熊本県菊池市山鹿市あたりから北上し、それから少し西に折れて肥前の弥生集落を攻め滅ぼして、そしてまた、熊本県側、今の筑後側に戻ってきて、そこからまた北上して筑紫の糸島半島まで出たと。でそれが古事記にですね、神武天皇さんがこれ日向って読ませてましたけど、私ここ山鹿市に日向村って見つけたんで、日向から筑紫にお出になったってたった一行あるんですよ古事記に。で古田武彦さんっていう九州王朝論者はこれを日向と呼んで、糸島半島の日向峠だって言って、じゃあ大きくは筑紫から筑紫に行ったから何の意味もないじゃんと。じゃあ古事記に書いてあったのは日向でもなければ日向でもなく山鹿市日向村だと。だから山鹿から糸まさしく筑紫に宇賀や吹合図と神武天皇さん出られたわけです。その、熊本から筑紫に出る間に倒したのが大阪の大室屋という神武天皇記に出てくる歌だったんですね。それで私吉野ヶ里遺跡ってこの時一度宇賀や吹合図と神武さんに滅ぼされてますよってことを日本で初めて言っちゃったわけです。はい。でその歌がですね、神武前期土の絵馬西暦118年、冬10月八十たける征討戦の歌謡ということで日本書紀残ってるんですね。これ原文です。大阪の大室屋に人沢に入り寄りとも、人沢に木入り寄りとも、みつみつしくめの子らが九分つつい石つつい持ち打ちてしやまん。戦争中よく歌われたんですよこれ、打ちてしやまん、敵を滅ぼし尽くそうって歌ですね。ひどい歌です。大阪の大室屋に人が大勢入っていようとも、人が大勢来て入っていようとも、勢いの強い久米の者たちが九分つつい石つついでもって打ち殺してしまう。こうやって滅ぼされた、これが大阪の大室屋です。私もその1999年にこれ言ってのけたんです。いやこれがこの神武歌謡に歌われた大阪の大室屋ですよって。でこれ118年でしょ。後でもう一回説明しますね。でこれでですね、これもまた詳しい暦になっていくんですがね、神武天皇記からは暦が書いてあるんですよ。ずっとこうやって冬10月木の富、水の富、1日八十たけるを打つとかですね、重有2月水の富の1日長曽根彦を打つと、これ神武天皇記に書いてあるんですね。で慶光天皇12年のところにもなぜか12月水の富の1日、熊荘を打たんことを図ると、八十たけるを打つと、なんか似たような文句が慶光記と神武記に並ぶんですよ。でそれで慶光天皇記の方を調べよったらですね、ここに12月
ちょっと拡大しましょうかね。ここです。慶光12年の12月、ここに水野と実の1日っていうのがあるんですね。これを、コンピューターで、その日本書紀に書かれた年代日付をですね、全部グレゴリオ暦に直したという、こんな高い本があるんですよ。私これいつも使ってるんですが、それで、西暦直すと紀元83年1月5日とこうなっていくんですよ。年がら年中こういうの調べてるんです。そうするとこうなっちゃったんですね。最初のとこにあったと思いますけど、これです。私がここに583年、大阪の大室や吉野ヶ里遺跡が一旦滅んでますよって出したのはこの暦のおかげですね。ところがここにですね、実は神武前期の土の馬の年っていうのは、これも計算し直したら118年なんですよ。でこれはもう簡単に言っておきます。神武さんが第二次統制で田川に入って、田川の、そうですね、この河原岳と川崎町の間の弥生遺跡のところに、実は男坂と書いて大阪っていう地名があるんです。その大阪の族をやっつけた時に、いいですか、83年の時に神武さんが15歳で歌われた歌が田川に入り込んで、男坂と書く大阪の土地でもう一回これが読まれたのが118年冬10月なんです。この二重構造にやっと最近気づいたんです。あ、そうかと。かつて吉野ヶ里で読まれた歌がこの田川の大阪というところ、大阪、目坂、住坂って言うんですけどね、ここで歌われたということにやっと気づいたわけですね。さあ、これがその神武さんの後を追っかけた、これ免田式土器の有名な図なんですが、このジョッキー型土器とかですね、いうものがこういうふうに筑紫の方面にこうやってばば出てんですよ。まさしく熊本県でしょ。熊本県から福岡県こう出てるんです。だから多分神武さんは、吉野ヶ里を滅ぼしてここまでを全部統一して、そして逃げ早日が建てた国はここにここまでも小さくなって、これがかつての豊足原瑞穂の国犬国だろうと思われます。その第一次統制に神武さんは一度失敗しますね。はい、こういうふうに糸島からこう来て恩賀湾に直接入って、そしてこの辺りにいる、にぎはやひの子孫の王を倒そうと入ります。それが大祭光陰の年です。大失敗です。なんせお兄ちゃん矢に当たって死んじゃいました。一世の御子とね。でこの時第一次統制の時にやってきた遺跡がですね、結構その先ほどのこの玄界灘のこの辺り、ここら辺りこういっぱい残ってます。はい、これ一つ熊野神社、旧粕屋郡古賀町、大阿座、むしろ内、阿座木の谷というところに神武天皇の御腰掛け石というのが残っています。あるんですね、福岡県内にいっぱい。嬉しいでしょさあ、それでとにかく神武は第一統制失敗します。お兄ちゃん矢に当たって病がひどくなります。そこで軍を引き返して草加の津に戻ります。その草加の津というのが、これ今も博多の、ところに、タイルに、印刷されて描かれておりますが、ここ逆さまになっておりますが、ちゃんと上を北にしました。はい、ここに草加へという、これ鎌倉時代まであったんですよ、あの入り江で。これが今、福岡のところにあるこれ住吉大明神です。ここ にちょっと見ましょうかね。これ分かりますでしょ。日本第一住吉大明神、博多駅から渡辺通り1丁目に向かう道路の途中にありますね。その横に実は霊勢2という入り江があって、そのまた横に草加っていう入り江が鎌倉時代まで残されてたんですよ。だから神武さんは間違いなく恩賀湾に一度入ったんですが、第一次統制負けてこっち帰っちゃうんです、博多へ。でそれから太宰府の竈門山に入っちゃうんですよ。
そして3年間軍備を 再編成しまして、そして神武天皇は江東中津国、これはっきり言います飯塚の立岩遺跡です、江東中津国に定めんと、またここで第二次統制を起こすわけです。第二次統制です。これかまど山宝満山でやるんですね。かまど神社にちゃんと伝承残ってます。さあ、そうして第一次は恩河湾直接侵入で大失敗しましたんで、めちゃくちゃ迂回しますよ。まず熊本に帰ります。熊本県から宮崎県出ます。宮崎県から今度は豊後水道を北上します。そして今宇佐八幡があるところ、本当はもっと違う宮さんですが、そこから彦山に入ります。その彦山の山並みに久保手山があって、久保手山縁起にこんなこと書いてあります。ある人と来て曰く、天地開闢し神代すでに終わる神武天皇宝誕矛の先を揺らし、中津国を平らげ犬の邪神を払わしめ、これ犬国ですね、犬の邪神を払わしめ九州を治めんとす。神武さん、九州を治めるのが目的だったんです。福岡県の神社伝承にはどこも奈良県とか大和とか書いてありません。で、ここのところ峰に通って、それで八田ガラス一族と同盟結んで八田ガラスに案内してくれって頼むんですね。そしたら八田ガラスとともに彦山から最初川崎町に降ります。私ここまでも見つけとるんですね。日本書紀読みながら現地伝承を訪ねながら実際にフィールドワークやって、そしたらこれ日本書紀書いてあるんですよ。宇田の宇加地の村に至ると。で、宇田の阿形の決戦で絵宇加氏をやっつけたって日本書紀ちゃんと書いてあるんですよ。で、この宇加地の村って何だろうと思いよったんですよ。そしたらこの宇田の宇加地の村、川崎町の天然記念物応決群だったんです。中岩寺川のこの穴です。で、大釜小釜というのが中岩寺川川崎町のところにありましてね、これ直径30メートルぐらいあったというふうに町会議員の方から聞いてますよね。で、やっぱりちょっと流れが危ないんでダイナマイトで爆破したという、まあ、とんでもないことになっとるわけです。その大釜小釜というところのすぐ隣になるのはこの雨降神社という神社さんです。ここに見事に神武天皇が来られたという伝承が残されております。で、この神社さんには父ちゃんの宇賀や吹合津の命、それから宝満山で亡くなった五瀬の命、もう兄弟親それから祖父母みんな御霊が祀ってありますね、この神社さんね。面白かでしょ。そして八田ガラスに案内されて、そしてこの田川を河原岳の南半分ですね、向こう側を収めて、今度は岩石山攻めたりしながら、今度は八田ガラスに案内されて、皆さんよくご存知の烏尾峠を越えて飯塚立岩遺跡に入るんです。そこを攻めるんです。はい。そして、とうとうその長曽根彦との最後の決戦に勝ちますね。重遊2月の水の富の1日日の江猿に三草ついに長曽根彦を撃つ。これ立岩遺跡での戦いです。これで立岩遺跡がそこでだから全部滅んじゃうんですね。これをまた暦を追っかけると、グレゴリオ暦直すと119年3月1日犬国逃げ屋日の国滅亡し、神武さんの大和国が成立。これも邪馬台と読んじゃいけません。日本の古典すべて大和って読んであります。大和の国です。神武さんが大和の国をお建てになってるんです。これ私日本書紀と蔵手軍師と五感所と中国歴史書とこれ全部横断した結果です。そして皆さんがご存知のように最終的には大物主の子孫である姫たたら、えほとたたら伊助より姫を正妃に迎え、そして、うねびの
東南に橿原の宮を建てられて、そこで即位遊ばしたわけでございます。その宇根火山が私に言わせるとそのお山でございます。これです。これが絶対宇根火山なんです。私にとっては奈良県偽物なんです。これの東南高野ですに鶴岡八幡宮がございます。これが多分私が考える限りの、橿原の宮跡でございます。でこの鶴岡八幡宮には菓子がいっぱい割っとります。問題ありません。ありませんね。こうやって神武さんいいですか、15歳の頃にはお父さんと一緒に宇賀谷吹会津の御事として吉野狩り肥前滅ぼして回ってましたよ。それから筑紫の糸島半島出ましたよ。でそれから恩賀湾に直接入ろうとして失敗しますよ。それで草加へ博多に帰って、それから宝満山のところでお兄ちゃん長兄の、一世の御子と葬って、そこで3年再軍備して、今度は太宰府の宝満山から一度熊本に帰って、宮崎へ出て、それから北上して彦山に登って、で、八田ガラス一族と同盟を結んで、そして川崎町に降りて、そして最終的に飯塚の立岩石にこもる式飛行をやっつけて、そして大和国が成立するわけですが、その数年後西暦121年にこの宇根火山の東南に橿原の宮を建てられて、そこで121年にご即位遊ばしたわけですね。だから私は大和王朝は河原に起こった、田川に起こったってずっと言いよるわけです。これで吉野終わりと河原がつながりましたか。つながりましたね。だからここには、ここのだから私が宮原古墳って言いよるところのあの公園部のとこからは実は子供用の亀館出てんですよね。出てるんですよね。その亀館が跡形もないんですよね。河原町教育委員会取ってくれてなかったですね。惜しいですね。何にも出なかったんでしょうかね。子供用って言ってましたね。この前コレイシーさんが、田川広域観光協会の講演会に来て、河原町の遺跡ってことで講演してくれました。そこにはっきり亀館って出てました。だけどここ河原は大部分が箱式石棺でございますね。でしかも五冠式橋ですね。でこれは神武さんの後の卑弥呼さんがもらってきた鏡のようですから、だから河原町から五冠式橋しか出ないんですね。ただ神武さんが滅ぼした飯塚の立岩遺跡からは全冠式橋亀冠が出るんですよ。筑豊スリリングでしょ。時代が綺麗に重なってるんですよ。全冠式橋、五冠式橋、亀冠、箱式石棺。ここまで俯瞰してみたときに吉野ヶ里と河原の関係、田川の関係見えましたか。はい、もうこれで終わりますよ。はい、そして神武さんはほとんど生涯戦い抜いて最後河原に入って、それで橿原の宮で即位遊ばして、わずか16年でその生涯を閉じられましたね。それが西暦136年になります。136年です。で翌137年に、子供のですね、多義士耳の御事です。実は水勢天皇じゃないです。多義士耳の御事が宇根火の東北領に神武さんを葬ったと日本書書いてございます。また宇根火です。宇根火の東北です。そこにドンピシャ河原の人たちが代々守ってこられた大金さん大王様という墓が残っています。以前の河原町教育委員会は弥生時代の円墳ですよって地図に書いてました。
で私が河原にやってきて田川にやってきて、いやこれ実は神武天皇さんの墓だよって言い始めました。そしたらなぜか知らんけど急に中世の円墳ってことに変わりました。やっぱり私は河原にとってよそ者なんですかねいやそのまま言ってほしいんですよ。でも大事なことは発掘しましょう。とにかく中から何が出るかもしれませんね。さあ先ほど吉野ヶ里でトンボ玉っていうの出ましたよね。で実はこのうねび東北領と思われる大金さん、あのすぐ近くに美濃さんっていう方がいらっしゃって、農業されてましたけどね、私河原に早い時代も20年以上前に入った時に柳井さんに案内されて、柳井秀清さんに案内されて、その美濃さんっていう方からお話伺ったんですよ。で美濃さんが、自分の先祖の墓じゃなかろうかと思って掘られたっちゅうんですね。掘られたっちゅうんですよ。そしたら岩戸が出てきたと。あ、これは自分の先祖の墓じゃないと、これはやんごとなき方の墓だと思ったと。それで慌てて埋め戻されるんですが、ね、その時足元にビー玉があったっておっしゃったんですよ。何ビー玉って。もう一回いきますよ。弥生時代の円墳でその先導かもしれない部分にビー玉が転がっとった、トンボ玉の可能性ですよ。つまり弥生時代のガラス玉が美濃さんが掘った時の足元から出とるんですよね。だから美濃さん、そのガラス玉ビー玉取り上げといてほしかったですね。もう見たらすぐ分かります、トンボ玉かどうかね。可能性高いんですよ。僕はそういうだから土地の人のお話を丁寧に伺って、これをずっと二十数年間頭の中に残してきたんですよ。いやトンボ玉であってほしい。だから美濃さんがこの円墳のどこら辺をお掘りになったのかね、確認しておくべきでしたね。今となってほしい限りです。さあとにかくこれで吉野ヶ里、それから飯塚の立岩遺跡、それから河原の宮原遺跡、この3点が全て神武天皇の統制という歴史事実によってこの土地が全部つながりましたでしょうか。もし皆さんの頭でもう一回これがつながっていただけたら、この意味で神武さんが15歳の頃にそこを攻め滅ぼしたという吉野ヶ里遺跡見に行きましょうね。まあ現地 あのガイドさんに あまり私の説で突っ込まないでくださいね。私この世界の異端者ですのでじゃあこれで一応終わりにさせていただきます。